巨人、岡本和真内野手、27、が22日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、この日に球団が新外国人として獲得を発表したルーグネット・オドア外野手、29、との共闘を誓った。めちゃくちゃ嬉しい、名前だけ聞いた時に、すご、って、ジャイアンツ来るんだ、って感じになった。岡本は一方に接した際の心境をこう振り返った。メジャー通算178本塁打の実績を持つ長距離砲とはクリーンナップを組む可能性がある。主砲の心は踊るばかりだ。また、オドアについての意外なエピソードも自ら明かした。一回真っ赤なグラブを作ったけど、オドア選手みたいなのをって作った。かっこいいなと思って。セカンド、レンジャーズの時、憧れの念を持って見ていた選手とのプレーが現実となる。内外野を守れる器用さと一発を兼ね備えたオドアとのプレーを岡本は、そういう選手を間近で見られる機会はなかなかないと思うので、楽しみ、と心待ちにする。順当に行けば自身の後を打つことになるが、まずは自分が打てるように頑張りたいし、一緒に頑張りたい。決意を新たにした。